プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とレンでお送りします。はい、今回もですね、映画出会いは奇跡にご出演いただきました素敵なゲストをお呼びしています。はいはい、デンさんお願いします。はい、今日はですねハワイから中継がつながっておりまして、ね、みたいですね。ハワイではなかったワイハっていうところですねワイハから中継がつながっております。出会いは奇跡の映画にあるシーンに、うん、おー出ていただいた音ご飯の元元子さんって書いてるんですけど、元元子さんになります。よろしくお願いします。はい、お願いします。アロハアロハ、おえアロハ、はい、東京都板橋区からお届けしております。はい、ワイハですね。東京都板橋区ワイハ三丁目、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。では出会いは奇跡に、出ていただいた元元子ちゃんなんですけど、この対談コーナーは一度ね、他の関係でお出になったことあるんですけど、改めて自己紹介、出身地ですとか今どういう活動をしているかというのをちょっと軽くお願いいたします。はい、東京都板橋区で音楽活動しております、元元子と申します。今度来週47歳になる、来週と言いますか、これ多分ですね、この収録が収録が配信されるのがおそらく8月くらいかもしれないので、6月何日までなんですか？6月21日に47歳になります。621ですね、皆さん覚えてくださいね、はい、元元子さんの誕生日は621ですので、何かお送りしたい方はこちらの住所まで送っていただいて、プレゼントコーナーをですねお願いしたいと思います、はい、ありがとうございました。出会いは奇跡のオーディションと言いますか、出会いは奇跡っていう映画を知った時と、あと実際現場に来て実際こうだったっていうことを少しお話しいただきたいんですけど。はい、最初ね、根本真子さんの映画を撮るからちょっとなんか出てって言われた時にすごく嬉しくて、とっても興味がありましたし、どういう風にね、こうやって東京出てきていろんな苦労されたんだろうなとか、とても興味があったので、何かお役に立てればと思ってすごくワクワクしてました。最初役も決まってなくて何だろうと思う、何の役でもいいけど頑張るぞって思って、はい、それで実際ね、現場行ってみて、もう本当に私初めてだったんですよ、撮影とかのその、はい、映画の、なのでもう本当にこう小さなお店をお借りしてね、スタッフさんがバーッと来て、あっという間にこう場所ができて、メイクさんがバーッとやって、こう、なんかすごい展開が早くて、私もポカーンとしてポカーンとしてるところで、でも次々にこうことが進み、根本真子さんとレンさんの人柄もあって、こうアットホームな感じで進んで、あ、こういう感じなんだなっていう、はい、ありがとうございます。もとこちゃんに私もお話ししたかと思うんですけど、私の方も初めての経験だって何もかもが初めての経験だったんですね。だからその台本70ページ作るところから、役者さんをオーディションするところから、一部の方はこうやってね、つながりのある方もいらっしゃるんですけど、ものすごいやることが多いんですよね、これってものすごく大変ですね、すごいと思います。で、一回やって大変だったでしょうって、
まあ言われる方もいらっしゃるんですけど、多分次も行けますね。これがだってね、出来上がって流れたらまたその感動がすごいですよね。そうですね。先ほども現場来ていただいて、アットホームっていう風に言っていただいたんですけど、今毎週のように対談コーナーの記録をやってるんですけど、他の方もですね、口裏を合わせたかのか分かんないんですけど、すごくアットホームですごく雰囲気がやりやすかったですっておっしゃって、みんな言うんですよ 100%。 だから本当にそうなんでしょうね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この役、展示会のお客様っていう役だったんですけど、実際それをやってみてどうでした？あ、そうですね、やっぱりそのまこさんの絵のファンっていうことなんですけども、うん、私の役がやっぱり見て一目ですごく感動するじゃないですか、絵もそうだし、芸術って、まあ、音楽もそうだし、一瞬でこう虜になっちゃうじゃないですか。だからそのなんか気持ちがすごいわかるし、その役の本当に共感できて、入り込めて普通に自然な感じでできました。いいんですか？はい、ものすごく合ってました。そうそう、今おっしゃってくださったみたいな、本当になんか自然な感じでね。そうそうそう、なんですよ。4名展示会のお客様いらして、もう、まあ、ぴったんこでしたね、元方はね。ぴったんこカンカンですよ。ぴったんこカンカン。まだほら、元子ちゃんの場合はその映像を見てないと思うんですけど、もう僕は実際カメラやってて、たまに見てるんですけど、スマホね、合ってるなと思って。そうですか、よかった。なんか、そう、初めてだったから、なんかいいのか悪いのかもちょっと分かんないし。ですよね。結構あっさりともう、はい、OK ってなったんですよ。すぐ終わっちゃったんで。あ、まだやりたかったですね。なんかね、入り込むのがね、もとこちゃんはその 役に入り込むとか、そういうのが多分得意だと思いますよ。だってモノマネもね、得意じゃないですか。だから多分なんかに入り込むっていうところがものすごく、もう雑念もなくて、すごい集中して楽しんでいらっしゃるところが、もうすごくけなげで大好きですね、本当ね。それはもう自慢できますよ。元子ちゃんは根本真子と会うのは今回2回目じゃなかったんですか？3回目？あ、3回目かな。世田谷美術館に来ていただいたんでしたっけ？そうですね、はい。あ、じゃあ3回目だ。4回目かな。ね、あ、イベントにもね、遊びに、遊びにっていうか、ライブにも一応、はい、出展とかね、させていただいて。あ、出展があったんです。あ、はい、あ、まとまった。そうそうそう、その、まあ、出展とかいろいろやってらっしゃるんですけど、まあ、その、まとかちゃんのちょっと宣伝 PR を今からしましょう。あ、ありがとうございます。どうぞ。はい、今言ってくださったんですけど、もともとは板橋区でお母さんバンドをね、やって、ボーカルとして、曲を書いたり、やったり、コントやったり、いろいろなことやってたんですけれども、はい、去年、まあ、転機がありまして、いろいろ司会をやらせてもらったりとか、捨て猫シナモンで声優をね、やらせていただいたりとか、ね、はい、であと、アラフォーアイドル輝けプロジェクトっていう、それすごいですよ。実はつんくさんのプロデュースで曲を書いていただいて、デビューしたアイドルグループがいるんですけども、もう私はアラフィフですが、こうみんなでね、元気、日本を元気にしようって一生懸命アイドル活動しているところなんですよ。はい、7月にもライブがありますし、今ダンス初心者なんですけど、ダンスもすごいみっちり、本当にアイドルグループのこう入れ替わり立ち替わり踊る、ああいうのもやってて、はい、であと、この間映画祭、東京青春映画祭っていうのをつんくさんが立ち上げたんですけども、そちらのその中二映画プロジェクトって言って12本
つんくさん監修で映画を作ったんですけども、そちらの主題歌も担当させていただくことになったりとか、いろんなことやって、でこれでしょ、今度女優デビューでしょいや役のね、役をいただいて、役者さん、自分はどこに向かってるのか全く分からない。あんね、これね、なんか一言でまとめると、元もとこちゃんは本当エンタメ大好きパピプペパですね。そうなんですよ。なんかワクワクしちゃいますね。こういう、そういう現場とか、なんかその映画の現場とか、ライブの準備とか、そういう 裏の感じも大好きで、裏方の。はい。なので、まあ自分を演じるのも好きだし、好きだし、その誰かをこう輝かせるのも好きだし。どっちもなんかやってきちゃったね。やっぱりエンターテイナーですね。ね、でたまにこうやって会うんですよね、もとこちゃんとはね。たまにおのおの、ね、好きなことをやって、またたまになんかありますよって話して、ただね、このラジオで聞いてらっしゃる方、まあ、映像で YouTube で見てらっしゃる方もそうなんですけど、実はこの Twitter が私たちをつなげたんですよね。ね、たまたまフォローし合って、うん、はい、そうで、なんか DM を送り合って、ここまでこう仲良くなるとはちょっと思ってもいなかったんじゃないですか。どうですか。そうですね、ちょうどなんか東京に出てきてこれからっていう時、タイミングもあったんじゃなかったですか。そう、ね、私たちもこれからちょっと頑張ろうって言って、自分たちでライブを企画して、イベントをやったりしてたので、本当出会いでしたね。出会い、すごく奇跡的な出会いというか。本当に、はい。いやー、もう一生によろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか次々といろんな面白いことをくださるので、楽しみです。ああ、多分またね、半年後ぐらいには今度これがあるよって LINE するかもしれません。好奇心が旺盛ですよね、ものすごく。そうですね、何でも やってみようかなって思っちゃいます、音ごはんの、まあ、元子さんいろんなことやってるんですけど、まあ、とりあえずここ の QR とかこう URL とかあるので、ちょっと一回皆さん見ていただきたいと思います、とってもね、楽しいこと見てやってらっしゃると思って、音ごはんの元子さん、出会いは奇跡の台本を60ページぐらいあるんですけど、中身に関してはこれまあさーっと読んでいただいたと思うんですけど、実はあれ全部ではないんですけど、映画のに必要な台本の一部なんですけど、まあ、ネタバレなんで中身はちょっと言ってほしくないんですけど、根本真子の過去どうでした。やっぱりその地道なね、本当に小さい展覧会展示会から始まって、でファンが一人できて2人できてって、そういう本当にこう地道なコツコツとした積み上げがあって、今があるんだなっていう、その感動しました、はい。もう優しいあったかい気持ちがもう絵から溢れ出てくるんですけれども、それがより一層その映像になることによってね、皆さんに伝わるんじゃないかなと。いやー、ありがたいですね、本当。泣けるねー、その言葉。ねえ、本当に楽しみです。いや、ありがとうございました、本当。今この出会いの奇跡を、まあ、結構ね楽しみにしていらっしゃる方も多いんですけど、本当いろいろな方々に見ていただきたいなと、すごくね考えています。はい。次はもとこちゃんの下積み時代作りますか。いいですねとか。結構大変ですけど、時間かかりますけど。ね、面白いかも。ねえ、なんか人の過去って、人様は聞きたくなりますよね。どんな過去あったのか。すごい興味ありますよね。なんか知らなきゃ。そうですよね、特になんかこう成功されてるっていうか、今輝いてる方がね、昔から輝いてたわけじゃなくて、いろいろ苦労されて、ね、いろんなことがあって出会いがあってこうなったっていうのが、なんかストーリーが面白いですよね。
ね。そうそう、ね、根本真子の下積み時代はね、うん、99% 脚色なしなので、うん、うん、でしたよ。まあだけど一番最初こういうの作るよっていうのを私が根本真子にお話ししたんだけど、その時は相当びっくりしたみたいに。ね、びっくりしたのと、なんかちょっとやっぱりなんかこうね、人様のそういう下積み時代とかやっぱ客観的にこう聞いたり見たりするのはやっぱりね、確かに、うん、興味がありますけど、やっぱ自分自身をね、なんかこうさらけ出すのはちょっとやっぱり勇気がいるというか、うん、なんかねちょっと複雑ですよね。そんなに自慢できることでもないし、うんうん、そういうのがあったので、はい、ちょっとね複雑でしたけど、まあ、それを、はい、皆さんが見てね、なんか少しでも励みになったり、ね、自分もちょっと頑張ろうとか共感していただけたらね、うん、それはすごく嬉しいことなので、はい。ね、もとこちゃんの本当ね、今あのなんていうのかな、もとこちゃんもどうやってここまで来られたのかっていうのはね、やっぱ知りたいとこですよね。ああ、多分だと思いますよ、ね、もう、うん、もうある程度有名なんでですね、もとこちゃん、ね、うん、なあ、まあそれかまた誰か外側っていうかお知り合いにですよ、うんうんうん、私もなんかこの映画の題材になるかもしれないという方いるかもしれないですね、私の壮絶な過去ありましたみたいな感じで、うん、まあそういう方いらっしゃったらね教えてください、 お話だけ聞いてみます。いろいろできそうですね。そうですよね、やっぱり実は過去の実話っていうのは、うん、どんなんだろうってこうなりますもんね。今ね一生懸命編集中です。それが大変そうで、なんか、ね、そうなんですよ、もう10分15分の何かの PV とかの編集とは全く違って、全部で何分ぐらいなんですか。70分ぐらいになる予定です、うん、まあ普通ドラマって言ったら、え、普通ドラマは、1時間50分ですけど、50分ぐらいですかね。2時間ドラマとか。いや、普通のほら、普通の3ヶ月ある、春夏秋冬のそれぞれドラマがあるじゃないですか。うんうん、まあ、金八先生とか、金八先生あまりにも古すぎるけど。大体50分ぐらいだよね。そう、50分、45分とか50分ぐらいの。がなんか10話ぐらいありますよね。10話ね。多分ね、賞味40分弱ぐらいなんですよね、1話は。それの 1.5 倍なんで、うん、コマーシャルなしで。そうね、大丈夫かな、皆さん見てくれるかな。ね、でも無料公開ですもんね。無料でお金取んないんです。お得ですよね。うん。うん、もうたくさんの人に見ていただきたいので。見ていただきたいですね。投資ですね、うん、映画祭とかそれこそいろんなの出してみたらいいんですかね。そうですね、ちょっとこの対談を終わってからあと5分で終わるのでちょっとその話聞かせてください。映画祭ね、いいかもしれない、ちょうどタイミングがそう映画祭に関わった ところだったので、うん、いろいろこう知らないことがいっぱいあって、ああなるほどなるほど、監督さんとかね、脚本家さんとかいろいろ、うん、いろんな仕事があるんだなと思って、それを全部レンさんが一人でやっちゃったんだなと思って、うん、あ、そうですね、ちなみに僕と根本真子さんと何割ぐらい、僕は8割ぐらいしたんですかね、どうですかね、割合的には7割ぐらい。あ、そうですね、私はもう本当になんかこう台本をなんかね作るぐらいだったので、じゃ多分7割ぐらいですね、うん、私が本当にもうレンさん一人で、あの人の手配の人の管理というのはやっぱり結構時間がないときはビシッとこうしないといけなかったり、あまり張り詰めてて暗い空気だったらなんか楽しませないといけなかったりとか、ものすごい計算しますね、すごいいろんな能力が、で頭の中で10個ぐらい計算機がなってる。すごいと思う。もとこちゃんがお子様が3名、はい、でやっぱりお子様3名管理するのも、まあ、すごい教室もすごい大変なんですけど、
35人ぐらいいたので、うん、本当もうぐったりしましたね、終わったら達成が。うちの子もなんか演劇好きなんで、よかったら子役に、あ、なるほど、買ってください、はい、あ、そうですね。何番目のお子さんですか？あ、みんな結構好きなんですけど、3番目の男の子がこの間、地元のお祭りで寸劇に出て、すごい堂々とやってたんで、はい、もうな、今6年生の男の子、6年生、うん、はい。そうだったんだ。あの現場に他の役者さんとかもいたと思うんですけど、うん、今回出会いは奇跡で、あの根本真子役の岩見里奈ちゃん、はい、あの覚えていらっしゃると思うんですけど、まあ、結構なんか長いらしいんですよね、役者の経験が。お話できました？もう本当にその時だけでした、あの役のゆっくりちょっとね、お話ができる時間がなかったからですね。あーそうか、じっくり、あ、そうですね、じっくりできなかったんですもんね、うん、またちょっと次の機会は ね、もうちょっとゆっくりしたいですね。あの時は音楽のシーンもあったんで、本当余計パツパツしてましたね、私。あ、そっかそっか、面白い。機材とかね、PA さんとかね、だったんで。なんか他に根本真子さんは元子さんに、うん、今後とか、なんかこうなってほしいとかないですか？まあまあ、こうなってほしいっていうよりも、逆にね、先ほどちょっといろいろな今の現在の活動をね、聞きましたけど、これからなんかまたこうさらになんかこうやりたいことだったり夢だったりあればね、うん、お聞かせいただければなと思います。うん、そうですね、はい、まあ、もう一回アラフォーアイドル、頑張って歌とダンスと頑張ってるんですけども、秋にも音ごはんの、はい、子育て応援バンドの方のまたイベント、大きいイベントをやろうと思っていて、でちょっと子供、お子さん連れがなかなかコロナとかで、やっぱり大きいイベントに来れなかったり、ね、怖くてこう外出できなかったお母さんとかみんな不安を抱えてた方がいっぱいいたと思うので、まあ少しね、世の中緩くなってきたので、明るくみんな元気になってほしいなと思って、お子さんにも楽しんでいただけるような、ライブイベントをちょっと今企画中なので、はい、11月頃に、はい、板橋区の方でやろうと思ってますので。なるほど、これからなんですね。そうです。で YouTube とかもね、TikTok とかそういうのもみんなに楽しんでもらえるようにどんどん発信していきたいなと思ってますので、はい、楽しみです。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ今日はね、本当ワイハから来ていただいた男班の元元子さんだったんですけど、このラジオを聞いていらっしゃる方、まあ一度でよろしいので、まあ一度でも何度でもいいんですけど、男班のね、男班でまた検索できますので、ホームページとか、あとは YouTube とかもちょっとよかったら見ていただいて、まあチャンネル登録できたら嬉しいなと考えておりますので。ぜひよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、一旦対談コーナー終わらせて、またもう少し詳しいお話しましょう。はい、では今日はちょっと一時ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。Thank you.
笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時涙の数を分け合ったね、希望に変えて。二人で聞く雨音しずく一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ。虹の空に誓うよ、夢を抱き。どんな時も信じてる。闇があるから星は